そういうことか、うん、総合はなんかあの組み合わせあるからさ、あ汗で目に入ったりするのはこれ貴重だな、まあ、貴重っすね。これあるんですか、出したことある？あ、セット出したことないっすね。あ、これ貴重ですね。これロシアとウクライナに向けて、あ、これウクライナカラーとした、ね、ウクライナカラー平和を願ってピースです。なんかリラックスしてますね。こっからアップなんで、今のシャドウ、今のシャドウで動きがいいねって言いたいところなんだけど、よくわかんないっす、ね、今のところわかんない、まだわかんないっすね。すごい軽くやってたんでね。確かに結構あの息上げるタイプなんだね。はい、試合前、いや一段だけこれでちょっと体大きくして、こういうのやるの、ほぼアップしない人間なんで。あ、そっか、アップしないですか。アップほぼしない。マジですか。3分くらい要は終わりました。疲れちゃうんだよ試合前に。切れてるな。動き軽そうで。言ったこと言っただけ。完全に動き軽そう。ホームじゃないですか。すごい。いいっすよ。動きめちゃめちゃ軽そう。ああねえ、あのマスクミクロも使った。いや、俺はいいよ。俺疲れちゃうから。試合前にグロッキーになっちゃうからさ。天心君何キロぐらい戻った？5ぐらいっすよ。5から。朝起きて、起きないぐらい。天心くんにはちょうどいいんじゃないかな。多分練習しすぎてるからね。すごいスピードだったね。すごいスピードだよ。音とね。俺じゃなきゃ見逃しちゃうよ。